どうも中野とピロリ一郎応援チャンネルです。こんにちは。さあというわけでね、海です。さあ海ということ横浜です。横浜に来ましたっていうか、まあ、試合終わった後なんですけどね、今日ね、ごめんなさい、人が途中で今シーズン初めて、野球を見に来たんですけどね、寒い、今も寒いんですけど、海沿い来てめちゃくちゃ寒いんですけど、試合もね、ちょっと残念でした ね。ロッテさん、完敗というか、まあ、打てながら、まあね、まあでも楽しかった、久々のね、去年から考えたら、去年の僕は CS2 戦目の試合から考えたら、久々の、球場参戦だったんで、楽しかったです。ね、それは良かったですね。まあなんだろうな、でも良かったのか悪かったのか、まあでもまあこんなもんだろうなってのもありますし、個人的にはでも今日は5対0で負けたんですけども、千葉ロッテさんが、でも横山くんがめちゃくちゃ 3者連続三振かな、ゴリゴリ155キロのね、寒いのに大丈夫と思いながら155キロ投げてたのがやっぱ良かったですね。あと東兄弟の対決はちょっと一番盛り上がったんじゃないですか。あれはね、三浦監督やったなみたいな思いますけど ね。あとはなんだろう、まあ、メルセデス選手はまああんな感じかなっていうね、もうちょっとね、もったいない、ね、なんか走者の出し方、先頭とかね、あったんで、ああいうとこかな。あとピッチャー陣ね、中村投手もね、球は良いんですけども、なんかちょっともったいないね、先頭出しちゃったりとかね、なんかすごいもったいない試合だったっていう、ね、バッター陣に関しては、まあ、で上田選手はよ、ね、途中から出て、中川選手は、ね、横浜 のオリックスからちょっと戦力外に、ね、なっていった。中川選手は、ね、めちゃくちゃやっぱ良かったんですけど、誰もなんかタイミング合ってない中で上田選手が簡単にセンター前ヒットを打つみたいな、あれは素晴らしかったですね、うん。あとまあ藤原選手も触れてたし、あとバックホームね、良かったですね。犠牲フライになるかな、ノンアウト満塁かな、ノンアウト満塁でライトフライだったんですけど、いい球行きましたね。なんかちょっと肩心配だったんですけど、うん、いい球行ってたなっていうのはありました。あとはなんだろうね、ポジティブ、鼻水飛んだ、ポジティブ要素ね、ポジティブ要素を今思い出してるんですけどね。まあでもなんか、まあ、ヤスもヒット出てたし、みんな元気そうだ。まあポランコ選手はね、まあ今日2番だったんですけど、まあまあまだこんなもんでしょうっていう感じもありますし、まあいろいろまた揃ってったらまた変わる。打線自体はね、まあ今その結果を気にしなくて、なんか中継とか見てたらやっぱね、気になっちゃうけど、なんかいざ球場見に行ったら、まあ結構選手も入れ替わるじゃないですか、2打席で変わったりとか、そんな中で結果出すのってなかなか大変だと思うんで、そういうの考えたら、まあまだそんな焦るね、まあアピールはしなきゃいけないとは思いますけどもね、でもそんな焦る時期じゃないと思うんで、まあこの結果自体はね、まあしょうがないかなっていうのありますね。そう、まだそんな感じかな。うんね、八木投手が久々に見たの、八木投手、まあ、ちょっと1点取られたんですけどね、球速くなってましたね、154出てたかな、マックスで。そう、ちょっとびっくりしました、と思って、めっちゃ出てる。あと、やっぱ DeNA で言うと渡来選手ね、いや、思いっきり振ってるし、なんか追い込まれてからの当てる技術というのは、まあ、上田選手もうまいんですけど、渡来選手もやっぱすごいね、イチローさんばりの、ね、ミート力みたいなね、ありましたね。ね、すごかったなってありました。そこはめちゃくちゃ印象に残りましたね。まあ、あとはちょっとやっぱ DeNA は強い、なんかちゃんとみんな怪我しなきゃ強そうですけど、怪我だけ怖いな、ちょっとね、怪我した後の戦力って考えたら、まあ、他のところのね、僕はセリーグは結構 DeNA 好きなんで、地元なんで、そうあれなんですけども、さあ、そう、あとだから、そう、昨日ね、佐々木千早投手出てましたけど、佐々木千早投手のタオルを買おうと思ったんですよ、売り切れ、まあ、絶対ロッテファンみんな買っただろう昨日と思って、本当に結構いろんな、ね、選手のタオルを割って、そのオフィシャルショップみたいな見たら、佐々木選手その売り切れと、嬉しいですけど、嬉しいけどね、ね、買いたかったな、せっかく来たから買いたかったな、久々の、もう6年ぶりぐらい、パラデス選手が交流戦で2本ホームラン打った時以来だったんですけど、
ね、の横浜スタジアム、ちょっと仕様が変わっててびっくりしましたけど、まあ、楽しかったですね。まあ、またちょっとオープン戦はもう見に行かない可能性あるんですけど、また開幕3戦目佐々木朗希くんの日をチケット取ったんで、まあ、予定だとね何もなければってことは取ったんで、またちょっとそこまではちょっと配信とかしたりしなかったり、ね、まあ、見守っていきたいなと思いますけど、ね、あともう1ヶ月ないの、1ヶ月もない、3、4週間は1ヶ月だ、3週間ぐらいの、ね、ちょっとですからね、楽しみですけど、ちょっとまだ寒いんでね、選手も藤岡選手ちょっと気になりますけど、怪我とかせず、ね、ちょっとだらだら喋っちゃいましたけど、ね、なんとか皆さんちょっと怪我せず乗り切ってね、いい状態で開幕を迎えてほしいなってなりますね。というわけで以上、中野サピラリ千原トレインチャンネルでした。寒いよ。ありがとうございます。